なんか帰ってきたって感じになるな。やっぱここは落ち着くぜ。お、いろんな素材が手に入りそうだからどの島に行くか迷っちゃうな。ライザなら有効活用してくれるよね。チヤー、みんな敵よ。行こう、ライザ。それ。弾けろ。当てるよ。この道ね。今なら鍵が作れるかも。で終わって。ライザ、ライザ、お願い。終わりだ。この道ね。さあ、私の戦略だよ。スキアリ。はい。よし、まだまだ強くなれるぜ。俺も使えるの。石はかさばるし重たいんだよ。こういうのは俺に任せてくれ。機会だよ。いいもの手に入るかな。敵だ、気をつけろ。ライザ、頼んだ。一人で突っ走らないでよ。ライザ、一丁やってやろうぜ。あらら、楽勝だったわ。この調子でいこう。あ、発見。チヤー、みんな、敵よ。ライザ、ライザ、一人で突っ走らないでよ。ライザ、一丁やってやろうぜ。それ。すごいのが見れるぜ。俺の敵じゃねえな。戦ってみる。みんな敵だよ。クラウディアの弓、期待してるぜ。エンジンに入れば安心だ。この位置なら。ライザ、私に任せて。終わりだ。任せろ、ライザ。よし、一匹やっつけた。当てるよ。やったね、ライザ。あいつが鍵が作れそうだな。試してみないか。レッド、みんな、お疲れ様。みんな、敵だよ。成長を見せてあげるよ、ケント。やってやろうぜ、タロ。いいかな。当てるよ。まだいける。私の戦略だよ。やった、お願い。終わりか。さあ、もう一度。クラディア。クラディア、お願い。力を合わせて。これで押し返す。やった。一体倒したよ。いいよ、クラディア。来ねえならこっちからだ。ねえ、あの敵から鍵が作れるんじゃないかな。私たちの勝ちだね。まだまだ戦えるぜ。みんな、敵よ。ライザ、私に任せて。一丁やってやろうぜ。レンジは、もちろん私らもいるよ。こいつでどうだ。力をもらうぜ。そこだ。風の力を、さ
一体倒したよ。デジャス、いいよ、クラウディア。これだけだ。頼りにしてるよ、レッド。あいつなら鍵が作れそうだな。試してみないか。頼むね、レッド君。あいつなら鍵が作れそうだな。試してみないか。こいつの出番だ。しびれてみるか。まだまだ連れてくる。ひとつきだぜ。はい、してるよ、レッド。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。目がさすがね、レッド。ドイツをお見舞いするかな。やってみるか。どうだ、できるか。あれ、あいつから鍵が作れそうだな。試してみるか。ドイツをお見舞いするかな。やってみるか。うまくいってくれ。どうだ、力をもらうぜ。一体倒したよ。やったね、クラウディア。頼むね、レント君。この、せーの、あいつから鍵が作れそうだ。試してみないか。この、もう蹴っ飛ばす。この、こいつの出番だ。鍵、力を貸した。頼むね、レント君。僕の炎を止められる。よし、一匹倒せた。やるぞ、そう。せーの、ここなら通る。しびれてみるか。頼む、だいぶ弱ってるみたいだ。風の力を、あいつから鍵が作れるんじゃない。闇の刃よ。もう一度、私が行くよ、そう。レント君、一体倒したよ。やったね、クラウディア。速さが自信があるんだ。そう、だいぶ弱ってるみたいだ。あいつから鍵が作れるんじゃない。この、よいしょ、これでおしまい。もう一度、レント、そう、期待してるよ。俺に任せとけ。そう、来た来た。いい修行になったぜ。どんな素材も無駄にならないからね。ティアー、敵だ、気をつけろ。レンタ、お願い、一丁やってやろうぜ。レンタ、待ってる。一人突っ走らないでよ。まだまだ強くなれるぞ。よし、まだまだ強くなれるぜ。強くなれたみたいだ。この程度余裕よ。見つけた。さあさあ、集めちゃいましょうね。ちゃー、みんな敵よ。頑張ろう、クラウディア。任せて、頑張ろう。首しまんな、こいつでどうだ。それすごいのが見れるぜ。今なら鍵が作れるかも。この道なら、行くぜ。これで終わってやった。一体倒したよ、クラウディア。いい感じだ。もう一度、今なら、どうだ、私の全力だよ。大盤振る舞いよ。あたしたちの勝ちだね。みんな無事でよかった。よっ、
クワクするよね。いいものは見つかった？紹介もこの島が現れてから交易に影響が出てるの。取りとかしなくちゃ。敵だ、気をつけろ。やってやろうぜ、タオ。私に任せて。成長を見せてあげるよ、レント。始めるよ。大盤振る舞いよ。それ。弾けろ。タオ、お願いできる？だいぶ弱ってるみたいだ。もう一度。あいつから鍵が作れるんじゃない？闇の刃よ、まだまだ。こいつでどうだ。私に任せて。もちろん何かするよ。レント期待してるよ。もう一度。力をもらうぜ。一つだぜ。光の力を込めて。みんなお疲れ様。物理的に新しい島も発見したしな。一気に行くぞ。それもそうだ。
俺はさ、小さい頃から遠くの森の向こうに見える塔に行きたいと思って、それは4年前に達成できた。そうだね。思ってた場所とは全然違ってたけど。けどもし子供の頃にこれを見たら、間違いなく塔よりも先に大人に黙って探検に出て。それは間違いないね。だってこんなに分かりやすい未知の場所なんて。そうそう、私もきっと同じ気持ちだったと思うよ。けどあんな広い場所、子供の頃の自分たちじゃ回りきれなかったかもしれないね。そうかもな。間違いなく一度は迷子になってただろうな。それで魔物に襲われて逃げ回ることになったかな。多分とんでもないことやらかして村中を大混乱に陥れてただろう。うん、そのあたりは現実の私たちとあまり結果が変わらないかな。いいなあ、楽しそう。私もその中に混ざっていたかったな。いや、あまり褒められた話じゃないと思うぞ。よく思うけど、クラウディアってやっぱり結構ライザに似てる。そうかも。子供の頃に二人揃ってたらとても手に負えなかったと思うよ。そんなことないよ。ねえ、しかしあれだ、今ならあの島の冒険だって。そう、俺たちはもう何の力もない子供じゃねえ。この前旅先で私のことを知ってる人と会ったんだ。おい、有名人じゃん。ここでいいの？たまに懐いてくる魔物がいるのよね。出入りしすぎて仲間と思われてるとか。